はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。幻影文録シャープ FE アンコール実況プレイ続けていきたいと思います。トーマくんのサイドストーリーの途中ということで、大玉のこれの中でブロブをやっつけるという話で、バグった。びっくりした。くるくるが治らなかったのびっくりしたわ。キャスティングっていうのが、いつの間か追加されてました。まあキリアちゃんが出たことで4人になったんで、でパーティーは3人までで、しかも樹くんは固定と。2周目以降は樹くんも外せるようなんだけどね、樹くんね固定っていうのがちょっと辛いんだよね。なかなかね、なかなか辛いなって思います。レベルがあれか、キリアちゃんだけちょっと遅れてんのか。魔導書あげとこうかな。1個だけ魔導書、魔導書、魔導書、魔導書どこ行った。あれ魔導書もうないっけ。魔導書全部使っちゃった、使っちゃったくさいな。魔導書が残ってたらキリアちゃんちょっと使ってあげようかと思ったんだけど、ないね。じゃあいいや。まあキリアちゃんもせっかくなんで戦闘にね。多分サイドストーリー中はそのサイドストーリーの関係の人をちゃんとパーティーに入れとかなきゃいけないとかだった気がする。よっしゃ、それじゃ早速始めますか。始めますか。俺には今一つわからん。お前がヒーローという肩書きに固執する理由が。英雄というのは行為の結果としてあるものだろう。それを目指すというのは、ちょっと違うんだよな。見てろって、俺が教えてやっからよ。熱いヒーロー魂ってやつだな。トーマくんが目指すヒーローとはな、まあ、お前が修練を積みたいというなら反対する理由はない。カインが持ってる英雄とはちょっと違うんだよな。行くぜカイン。どうでもいいけど、カインのCV ってマッスーなんだよな。気づいたっていうか、マッスーはなぁ、なんだっけ。友達に修行しますよ。とどめを刺したブロブを教えてほしい。はいはい、はい、了解です。もうマッスーの印象は私はもう一気に決めろ。どうしても雪村から抜けねえんだよな。デニムの雪村の印象がもう全然。ああキリアちゃん初登場だから。行くわよ、そうだ。カルネージフォーム。どんどん盛り上がっていくわよ。私に任せなさい。指定のキャストがメインキャスト、あ、そうやな、パーティーの入れとかなきゃいけないの。最初のキャスト自身の攻撃撃破よりキャストが参加したセッションでもいいのか。チェンジを選択することで、はい、樹くん以外は、そう、樹くんが抜けてくれてもね、嬉しいんだけど、だって、樹くんさ、樹くんが、こんなやり相手とかさ、やるじゃん。ほら、いつきくんを下げたいっていう時があるけど下げられねえんだよね。なおい。はい、私の秘術キリアだけ。いきなりプライチかよ。はいよ。ね、はい、トピックが届く。トーマくんがとどめ刺さなきゃいけないのか。めんどくせえな。めんどくせえなし。セッションに参加さえすれば、あ、これはちょうどいいね。あ、そっちじゃねー、そっちじゃねー。いや、これだったらセッションに参加させたらいいのか。あー、参加してくれねー。セッション、行くぜ。セッションに参加さえさせれば大成功。でもこれでも一体扱いだな。一応翼ちゃんにも、これ1、1、あ、一応3体扱いなのか。ああ、そうなんだ。一応先生取った、行くわよ。あのトーマくんが倒したようにしか見えなかったけど、ああ誰もいない。トーマくんが倒したように見えなかったけど、まだまだ、まあありだ。セッションの流れにさえ乗っかれば一応倒した扱いなんだね。俺の活躍最高だったろ。今のはちょっとブロックさんが出ませんでした。今のは完全にドンマイ。ブロブさーん、あと2体
あとに、え、これ下に降りたら出てこないなんていうパターンある。敵だ。あとに1体、あれこの子、何してんの。うん、あ、これあれかな。戦いは回避できたか。あ、違うわ、違ったわ、関係ない。多分気をつけろ、後々なんか、よいしょ、後々なんかイベントで関係する子だと思います。に上等だ。あー、キャスパーさんと言っちゃった。戦闘開始だ。クロム、セッションさえ発動させればなとか。それいけそうね。見つった。ほら、セッションさえ参加させればなんとかなる。いろいろ試したいことがあるの。ああ、分かったわよ。でも体勢があれだからもう普通に殴っちゃった。この辺は一番最初の、ありがとう。おう、この辺は一番最初のあれだから。あー、スキル、これマスターした。マスターした。よし、じゃあ次の武器やろう、うん、レーピアが終わったので次の、あれー、ちょっと、え、まだじゃないの、あと1匹じゃないの。もうかなりの数を倒したと思うんだけど。言うほどだよ、あとよ、あと1匹だよ。なんか掴めた気がする。それならよかった。キレのあるアクションとは、素早い足運び、テンポ、呼吸、そして、そして思い切りだ。うん、あ、なんか掴めたっぽいですね。あー、あー、あー、じゃねえよ。え、5匹倒したの。なんかもう一匹ぐらいじゃねって思ってたけど、気持ちはヒーロー、気持ちだけか。この釜焼きは、うん、これでバッチリだぜ。サンキューな、イツキ、カイン。お花が、え、もう終わり、え、終了。お疲れ。もうやっちゃったの。レディアントユニティをすればいいのかな。はい、意外と、ちょっと待ってね、待って待って待って、忘れない間にちょっと武器をチェンジしておかないと。デスブリンガーにチェンジして、あとみんなまだやんな。次の武器あるけれども、君のこれもまだやし、まあキリアちゃんは全然持ってないし、じゃあちょっとトラポートに戻りますか。脱出だ。脱出しまして、なんだい、どうしたの。あー、こっちか。これはさっきのレディアントユニティ。うへへ、うへへ、なんも聞いてないです。一応回復だけしとこうか。ポタージュ飲みたい、個人的な理由で。あー、キリアちゃんの運が上がったよ。また翼ちゃんからトピックか。なんだい、うんうん、なんか勝手に解決したらしいわ。自己解決したらしいです。で、これでトーマくんのユニティを終わらせたらサイドストーリー OK なのかな。パフォーマーが集まるミラクルステージ、はい、新しいレディアントスキルが作れるようになった。はい、でね、パフォーマーが揃っていれば作れるよ。うん、じゃあレディアントユニティをサクッとやっちゃいましょうか。これか、これでいいかな。サーダもいらないよね。ちなみにだけど、これ何の、別になんかあれか、特になんかあるわけじゃないよね。それじゃあ効果があるわけじゃないよね。認識して飛ばすけどな。これからも俺は突っ走るぜ。うん、ユニティのシーン、あー、あれか、いよいよキリアちゃんのやつをやればよかったかな。キリアちゃんのやつをいっぱい見せればよかったかな。普通にスーしちゃったけど、これに受かれば晴れてお前はヒーローとしてテレビとやらに出られるわけだ。テレビとやらね、まあ、知らんことな。見てろよ、お前にヒーロー魂ってやつを教えてやんよ。まあ、楽しみにしてるぞ。修行の成果存分に示してこい、トーマ。ああ、応援よろしくな。
うん、まあこの辺はさすがになんとなく覚えてるから結果は知ってるというか、なんというかはい、すごい走ってる。見切った。なに、俺の猛牛爆心をかわしただと。ライトニングシステムコンディショングリーン、エレベースト、うなれ、ライガーキック。うん、やっぱりこれどちらかというとライダーですね。笑われてる。なんでテレビのオーディションに行ったのにショーをやってるのか意味わからないけど、まあいいや。なかなか華々しかったな。主に散り際が、うん、あれはアクシデントなんだけど。なすげえだろ、かっこいいだろ。ご機嫌なのが謎だわ。分かってくれるかな。ライガーキック食らった時ののけぞり。もし全日本のけぞり選手権があったらベスト4には残れそうな、この見事なのけぞり。トップじゃねえのかよ。顔出ちゃってたけどね。番組のオーディションは落ちちゃったし、代わりに決まったのがヒーローショー。それも怪人役だったとはな。でも今回の怪人役、監督の紹介だったんだろ。経験積んでこいって。役割ですね。そんなに捨てたものじゃないと思うけど。だがしかし、だがしかしだ。だがしかし。まあそうなんだよね。それはもうさ、今度あの子に会ったら誠心誠意謝るしかないよな。思うようにいかないのが人生ってやつだ。これを糧に鍛錬あるのみだな。そうだよな。そうだぜ。俺のヒーロー伝説はこれから始まるんだ。めっちゃ光ってる。その息だ、トーマ。そしていつの日か俺に本当のヒーロー魂を見せてくれ。ああ、はい、オファー達成ということで、これでサイドストーリーが終了ということで、一つ目かな、四つぐらいあんのかな。なんで経験値もらったの。なんで経験値もらった。ああ、明かりがクソ。こっちもダメだ。ああ、つばすけちゃんはオッケー。つばすけちゃんは最高に上がりました。アドリブパフォーマンス。アドリブパフォーマンスが、習得してるキャストがスキルを使用するとき、ランダムで発動。ランダムで発動。そうっすか。なんかなんとなく覚えてるけど、そんな勝手に発動するタイプだったっけ。なんだい、何、なんかチキちゃんが流れてるね。あ、チキちゃんのサイドストーリー出ちゃったの。あ、はいはい。これサイドストーリーはね、逐一こなしていかないと、いつきお兄ちゃん、後からやるのも結構大変なんだよね。うん、チッキチキにしてあげる。それミックミク。うん、いいよ、かわいい。ありがとう。私外に出られないから。まあいろいろあれ、テレパシーは飛ばしてくれるんだけど。様子を見てきてほしい人は、チキは俺の嫁 P、 縮めてチキ嫁 P っていう名前なんだけど。うん、とついだのは草。変わった名前だけど、ハンドルネームに決まってんだろうが。ハンドルネームだよ。ニックネームみたいなものかな。うーん、歌のソフトチキを使って作曲してる人で、神様って呼ばれてるんだ。まあいわゆるボカロ P ですね。そうだったのか。でもね、最近曲を作ってないみたいなの。チキ嫁 P の曲、私も楽しみにしてたから、急に曲を作らなくなっちゃったのが心配で。いや、チキちゃん本人が心配してるって、もうやばいことだよ。その P っていう人を探してくればいいんだね。なんか大丈夫かこいつ。うん、ありがとうお兄ちゃん、よろしくね。チキ嫁 P はチキのシールが貼られたノートパソコンを使って、いつもカフェで作曲してるって噂だよ。なんでそんなことが知られてるんだ。うん、とにかく行ってみるよ。はい、カフェね。
まあ、チラッと入ってすぐ出ちゃったあそこですね。じゃあ行きまーす。おい、出ましてと。でそのまま、おっとびっくりした。はい、重要トピック。はいはい、カフェにいる。さあ最近曲を作ってないと。どのくらいの頻度でね作曲してる人なのかにもよるけどね。どこが近いのかな。カフェ近くにこの子が近いのかな。いやー、頻度高い人は本当に高いけどね。でもそれでもまあスランプだろなんだろうね、曲一曲作るのも大変だと思うんだけど、カフェだからこの辺かな。この辺、ここ。さあ、式のシールが貼られたノートパソコン。いないな。マジなんだって。あれは絶対月嫁さんだったって。わあ、噂されてる。あの人たちはものすごい聞き耳の立て方。ありえねえだろう、人が目の前で消えちゃうなんて。あらまあ、いつき。あ、人が消えたって。俺見たんだって、月嫁 P が106の近くを眠そうな目して歩いててさ、急に消えたんだよ。こうぐにゃって。あれ絶対神隠しってやつだよ。いいからそういうの。ああ、月嫁さん引退しちゃったのかな。俺ファンだったのにな。クロム、どう思う。まだ断定はできない。だが106、神隠し、気になる点は多い。ヒドラスフィアがあるところですよね。106のヒドラスフィアか。はーい、行きましょう。ん？チッキちゃん。どうしたの？何？怖いよ、チキちゃん。怖いよ。やめてよ。何ですか、その泡。これも、また、よいしょ。イドラスフィアはこっちかな。よいしょ。この、あれ？違うな。もっと奥か。あー、バリさんがいる。よいしょ。もっと奥、あれだな。土地勘がねえから。え、これ、どうだろう。こっちか。こっちから渡ればいいんだな。よし。渡って、よし、ここから。おー、スパスちゃんどうしたの。106ってどういう、普通になんかショッピングセンターみたいなもんなの、ここって。はい。じゃあ、まあ時間的にもいい感じなんで、今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。